はい、どうも皆さんこんにちは。ということで、初めてのヘルですね。いや、実は初めてじゃないんですけどいきなりなんだよって感じだけど、初めてじゃなくて、さっき救援で、団員の補助にちょっと入ってみて、1回だけちょびっとだけやってみたんですけど、まあ、今回は、古戦場のヘルをやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。なんかアームハンマーってやつが強いという話をツイッターで見ましたね。なんか気絶するという話なんで、今回はまあお試しでレナを持ってきてみましたね。どうなんですかね、こっからどうするんだろうっていう感じなんだけど、まあ、とりあえず使ってみますか。死んだぞ。What？ まさかの、まさかの死なんだが。ちょ、これどうすんのこれ。え、これ辛くない？ダクフェじゃないと辛くないっすか？まさかガンスリーはこいた？ガンスリーこいたかな？さあ、まあ行けるとこまで行ってみましょう。ダメ、えぐいな。え、これどうすんの、これ辛いのでは、もしかして。これ辛そうだな。これガベインいないときつくないか？俺持ってないんだけど。アームハンマー。これは回避できましたね。気絶したけど。重くないかこれ。これマジ？あ、でも、まあ、とりあえず、ガルーダが上がればアームハンマーはブロックできるんで。あ、でもダクフェじゃないと厳しそうですね、これ。まさかレナがこれガチ初見なんで何とも言えないですけど、まさかレナが一撃で落ちるとはちょっと予想外ですね。これまたアームハンマーが来るっていうんなら、これでガルーダがいれば、ガルーダ持っといてよかったな。アームハンマー来ますね。オーバードライブ中は単発技が多いんで、これはユイシスが輝くかな。どうだろう、なんかユイシスが輝きそうな感じですよね。これで毎回一人気絶するんですね。なるほどなるほど。ちょっとダブルアタックしないかなと思ってガンスリをちょっと1アビ使っちゃったけど、これプレミですね。アームハンマー回避回避 OK、 回避 OK。 コンテンポラリーに決めてみましょう。華やかに彩るわ、ブランシェフィル。まあでもやっぱコルワが強いんで、ここら辺からかなり強くなってくるんじゃないかな、こっちも。あー強い。何がどうだろう、やっぱりアームハンマーが厳しいですね。回避系スキル、あとカバウカットですね。これもうなんか唯一を無理やり生かしてくる形にしてきたな、運営てめえ。ちょっとプレミした、今。ちょっとプレミしましたね今。
まあただやっぱ回避系がでかいのは、カバウカットとか回避がでかいのは、見てよくわかりましたね、これは。まあでも結構弱くなりましたね。なんか前と比べるとかなり弱くなりましたよね。なんで俺ガンスリで来たんだろう。そこ突っ込んでいいですか僕。なんで僕ガンスリで来たんだろうね。なんかノリで来ちゃったけど。なんかノリで来ちゃったけど、なんで俺ガンスリなんだろう。全然ガンスリ生きないね。あまりおすすめはしません、ガンスリは。ガルーダが上がんないんで、これはもう取るしかないかな。さあ誰に攻撃来るかな。まあでも正直ペトラは死んでもいいんだよな。後ろエステルだけど、主人公だけ守っとけば風は来るということで。アームハンマー OK。 主人公この読み OK。あ、主人公が。そっか、主人公不可だからガルド意味ないじゃん。ファック。まあ、今のうち回復しとくか。HP がないときついっすね。僕、バーブキ抜いて、僕、バーブキ抜いて戦ってたんですけど、バーブキ抜くのは、あれだな、ダメだな。バーブキ抜くのはダメなタイプのやつですね、これ。一人死んだな、間違いなく。主人公以外なら誰でもいいかな。そろそろコルワも落ちてもいいかもしれない。はい、2万。ふう気持ちいい。2万気持ちいい。行きましょう。いや、これでガルーダ上がるんで1ターンは持ちます。これでガルーダ上がるんで1ターンは持つと。はい、持ちますね。これガルーダがかなり便利ですね。逆に言うとガルーダがないと厳しくないかこれ。だって2万食らったもんね。ガルーダないときついですね。これガルーダ持ってる人は最強です。ガルーダ押せ押せでいきますよ僕は。さあ、まあ一発もらってもいいか。ガルーダ押しで。私の銃弾からは逃げられないよ。デコランティブにしてもいい？もうちょっとドレッシーにしてみようか。これで終わりと。これチェンバで終わるかな。どうだろう。あ、終わったね。終わりました。ただかなり弱くなってますね。かなり弱くなってる。前回の土有利古戦場と比べてかなり弱くなってますね。ガンスリでいけるっていうのが、もうガンスリできたの完全に失敗だったな。いや、それにしても序盤でレナが死ぬのは意外でしたね。まあ、とりあえずアームハンマーの対策として、まあ、ユイシスはかなり生きるかな。僕のこの編成でいくとするなら、とりあえずペトラをユイシス、もしくはレナを。レナもう即死したからな、わかんないんだよな。レナが即死したからちょっと効果のほどは分かりませんが、まあカバウカット、カバウ持ち、カット持ち、回避持ち、まあ、ガベインをはじめとしてね、まあ、そういうキャラクターががっつり生きることになりそうなので、まあ皆様参考になれば幸いでございます。それでは皆さんありがとうございました。さよなら、バイバイ。